新子と翼は、日本の歌手、女優。元宝塚歌劇団月組トップスター。本名、他は真学美。東京都出身。マナセプロダクション系列の F スピリット所属。宝塚歌劇団時代の愛称はまみ。中学、高校と実践女子学園で過ごす。中学時代は、バレーボールの選手だった。1983年、第71期生として、 宝塚音楽学校に入学。実践女子大学に内部進学し、入学式にも出席したが翌日が宝塚合格発表だったため、大学を1日で中退し、宝塚音楽学校に入学した。1985年、宝塚歌劇団に入団。花組、愛あれば、命は永遠にで、初舞台。同期に、元雪組トップスターのとどろきゆう。 元花組トップスターで親友の愛香美れ、元雪組トップ娘役の愛ゆゆき、元星組トップスターの年ゆきらがいる。同年、花組に配属。当時の花組には同期の愛香をはじめ、一期下の高樹しぶ渋木つし、二期下の匠響き、きあさとなど有力なスター候補がひしめき、後に本人自ら暗黒時代だったと語ったほどである。 しかし1991年最後のベネチアの紋章新人公演では、この公演で対談した大浦瑞希の口添えにより、初めて主役に抜擢された。1993年、ルグランモーヌで宝塚バウホール公演初主演を果たした後、月組に組み替え、男役スターとしての地位を確立した。風と共にサリヌのスカーレット、ミー、アンドマイガールのジャッキーなど、 一年余りにわたって、女役が続いた。1997年、前任者、久世聖歌の対談に伴い、エルドなどで月組トップスターに就任。他組出身者のトップスターは1973年就任の大滝子以来24年ぶりだった。この時代は、孫とを含め後組14組のトップスターが、同期生という時代だった。当初の相手役は、風花舞。 1999年、風花の対談により、新たな相手役として、断礼を迎える。中国公演や、ルナ付きの伝言マイナスでのアドリブなどをこなし、ザヨルも、引っ張れなど、多数のテレビ番組に出演。2001年、愛のそなた、ESP、大劇場公演にて対談。在談中に、宝塚センデーズ劇場、東京宝塚劇場と、二つの劇場の、 コケラ落とし公演を務めた。現在は歌手、女優として活躍する傍ら、バラエティ番組を中心に、テレビ番組出演も続けている。 1985年、1986年、1987年、1988年,年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1993年、1994年,年、1995年、1996年、1997年、1997年、1998年、1998年、1 9 9年、1998年、1 9 9年、1998年、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  1999年に1000年に1 0 0 1年、ほかたすありがとうございます。